なんで今日はじゃバーチャル背景ないんだよと思われるかもしれませんけれども、まあ、私もね。おはようございます。関のやつひろです。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、斉藤茂太さんの名言で、新しいことに挑戦するときに最も大切なことは、現在の自分の能力を考慮してできるかできないかを予測することではなく、やる気があるかないかである。これを忘れてはならないということでですね、斉藤茂太さんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。斉藤茂太さんは歌人斉藤茂吉の長男、精神科医、医学博士、斉藤病院名誉院長、日本精神科病院協会名誉会長、日本ペンクラブ理事、日本旅行作家協会会長などを要職を兼務。多数の著書を通して現代人の悩める心の治療にあたるということでですね、新しいことをやろうとするときにですね、やっぱり過去の事例からですね、これができるんじゃないか、あれができるんじゃないかって考えることあるじゃないですか。私もとにかくね、だいぶ経験が増えてきましたので、そういったことをね、考慮することがあるんですけれども、でもね、新しいことをやろうとか、これがやりたいって思ったときに、一番大事なことってやる気だと思うんです。私もこの YouTube をやり始めた時はやる気だけでした。やり方なんて全くわからない。やる方法すらわからない。動画の撮り方もわからないし、もうマイクのこのね、音声ですよね。綺麗に聞こえてるか聞こえてないかとか。もうコメントでたくさんいただいたんですけれども。はい。そんなことでね、いろいろやる気だけでやってきました。やる気があるからこそね、いろんなコメントをいただいてね、まあ反省すべきところとか、変えるべきところ、たくさん変えてきましたし、なんで今日はじゃあバーチャル背景ないんだよと思われるかもしれませんけれども、まあ私もね、いろいろね、変えながらやっております。まあバーチャル背景ね、毎日やっていきたいのは山々なんですけれども、やっぱりね、それだと、うまく、その上ばっかり頼っちゃう。ですよね。そうじゃなくてね、やっぱり内容がね、すごく大事だと思うので、ここのね、黒板ですよね。ここは変わってない部分ですけれども、本当に、ここをきっちり見ていただきたいというところもあり、今日はバーチャル背景をやめてるんですけれども、すごくね、大切なことだと思います。やる気、それだけだと思います。何事でもそうだと思うんですけれども、私もやる気だけでやってきたことたくさんあります。うん。で、できなかったこともたくさんありますけれども、それでできたこともたくさんあります。だからこそね、やる気ってすっごく大事だと思います。実はこの T シャツね、後ろにね、そういった言葉が書かれてたりね、私そういうメッセージ T シャツ好きですね。着たりするんです。やる気だけですよ。本当に自分がやりたいことって、やる気だけで突き進んでる部分があります。できるかできないか。それは、後から考えればいい。とにかくやるんだという思いでやっております。だからこそ、大事なことね、やる気。相手のこともそうです。やる気があるかどうか、それを見ながら判断させていただいているところがあります。すごくね、今日もやる気が充実して、この動画を撮っております。明日もね、やる気があるように頑張っていって、撮っていきたいし。うん、今日は、あれですよ、髪の毛切りましたよ。やる気出すために、ちょっとね、頑張ってやっていきたいと思っております。本日も一日、よろしくお願いいたします。動画を見ていただき、ありがとうございます。チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。